昔々あるところに一人の若者がいました。とっても真面目な働き者でしたが貧乏でした。本当に困った若者はある日村の祠に行きました。神様、お願いです。おいらを金持ちにしてください。するとどこからか声が聞こえてきました。若者よ、それではお前を金持ちにしてやろう。お前はこの祠を出るとすぐに転びます。その時に掴んだものを持って西の方向に歩きなさい。神様、ありがとうございます。若者は神様の声を聞いて喜び勇んで祠を出ました。その途端にドテンと転んでしまいました。いっぺー、神様の言う通り本当に転んでしまった。若者が立ち上がって見てみると右手に藁が握られていました。藁？このたった一本のわらしべがおいらお金持ちにしてくれるのか？なんだこのアブ、しつこいな。さてはおいらの旅に付き合おうってのか。うん、よしよし、このわらしべとアブがおいらの旅の友だ。一本のただのわらしべが、この一匹のうるさいアブが、おいらの友達、旅の友、それもいいじゃないか。旅の旅の友、若者は掴んだ藁にアブをくくりつけ、西に向かってのんびり歩いていきました。すると前から抱いた赤ん坊をすれた母親がやってきました。ほでほで、もうくれない。そして若者がその親子と通り姿ときに、赤ん坊が急に泣くのをやめて笑い始めました。赤ん坊は若者が手にしているアブを見てすっかり機嫌が良くなったのです。おこのアブが気に入ったのかい？じゃあお前にやるよ、うん、お若い方ありがとうございます。お礼にこれを。
そう言うと母親は若者にみかんを差し出し、アブで赤ん坊をあやしながら言ってしまいました。なんと広いもののわらしべとうるさいアブがみかんになったぞ。みかんになった。おいしそうなみかんになった。これを飲んだうち、これを幸せへの道。しばらく歩いていると木陰で綺麗な娘とお付きの者が休んでいました。お嬢様、お嬢様。暑くて喉が渇きました。ちいや、水をくれ。この辺りには水がございません。もう少し歩いたところに茶屋があるかもしれませぬ。喉が渇いてもう一歩も歩けません。それを見た若者はみかんを差し出しこう言いました。よろしければこのみかんをどうぞ。これはこれは、ありがとうございます。お嬢様、おみかんをいただきました。あ、おみかん。あ、生き返ったようです。旅の方、ありがとうございます。ちいや、お礼よ。旅の方、大切なおみかんをありがとうございました。お礼にこの絹の反物を。あ、そう考えながら西に進んでいた若者の目の前に倒れた馬が見えてきました。ほら、立つんだ、立て。なんてひどいことを。どうしたのですか。この馬、
たった2晩走り続けただけで疲れちまって動こうとしない。病気にでもなったんかもしれん。2晩走り続けたなんてかわいそうだかわいそうだと。それならお前買ってくれるか。そんな私には馬を買うようなお金はありません。その単物でいいさ。どうだ。その馬は今にも死にそうでした。たものの方がお金になることは若者にも分かっていましたが、心優しい若者は馬を放っておくことはできませんでした。うん、いいですよ。その馬とこの反物を交換しましょう。うん馬引きの男は反物を抱えて嬉しそうに去っていきました。お前よ、あんな男のためによく頑張ったな。よしよし、つらいか。ゆっくり休め。若者は今にも死にそうな馬の隣に座って馬を一晩中解放しました。すると翌朝、あれほど苦しそうだった馬が目を開け元気よく立ち上がったのです。お前すっかり元気になったな。よかったな。じゃあおいらと一緒に行こう。お前はおいらの家族だ。Oh, yes.
しばらく歩くと大きな町にたどり着きました。若者が馬に水を飲ませていると、大きな家から使用人が出てきました。お尋ねいたしますが、その馬は売り物でしょうか？いえ、そうではありません。私どもの主人が先ほど見かけまして、大層いい馬なので買いたいと申しております。ぜひ流れお話しください。若者は大きな家の中に入り、主人の部屋に通されました。主人はニコニコと微笑みながら若者を迎えました。実はわしは昨日、町の外れでお前が死にそうな馬を一生懸命解放しているのを見かけた。貧しい身なりなのに馬を気遣うことのできる優しい男だ。その馬はわしが買い取ってやろう。50両だ。50両？いいえ、できません。あの馬は私の家族です。なーに？百両でも売れぬか？百両でも千両でも家族は売ることなどできません。そこに襖が開いて、綺麗な娘が入ってきました。ああ、これはわしの娘じゃ。あなた様は？ああ、娘よ。どうした？父上様、この方でございます。私が喉が渇いて動けなくなっていた時に助けてくださったのは。ああ、そうか。娘が話しておった親切な若者というのはお前のことだったか。よし、若者よ、心優しき若者よ、お前を娘の婿にしよう。たった一本のわらしべから、その優しさでお金持ちになった若者はわらしべ長者と呼ばれ、その後も多くの人から慕われ信頼されたということです。修行。